チョリース。え、チャラい感じね。あげぷよでしくよろう。どすこーい、どすこーい。君はどういう？ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、ま、前回のショップからすぐ近かったけん。どうしよう、マジヤバだよ。私の友達が消えちゃったの。お願い、助けて。消えちゃった。トイレの花子さん、友達が消えてしまったと怯える女子生徒。一体何があったのだろうか。話を聞いてみよう。消えてしまった依頼人の友達を助けよう。お、着こなし制服おしゃれカーディガン。いいねこれ、ふぶきちゃんに。調査開始。うん。ありがとう。私、もうどうしていいかわからなくって。あのさ、この学園ならしげにもさ、トイレの花子さんってあるじゃない？うんうん。トイレである合言葉を言うと、花子さんに連れ去られちゃうってやつ。それをさ、友達と一緒に面白半分に確かめに行ったんだ。そしたら合言葉を言った瞬間に変な声が聞こえてきて、この子は無事だった。本当にみんないなくなっちゃって、他にも連れ去られちゃった人がたくさんいるみたい。うん。お願い、みんなを助けて。場所は旧校舎のトイレ。合言葉はこうよ。花子さん、レッツパーリータイ。なんかだいぶチャラい感じ。クエスト、トイレの花子さん発生、調査を開始しよう。さあ、それじゃあ行きますか。またベタなのが来たわね。またベタなのが。学校の階段の定番だもんね。あ、いずれない戦い。ああ、また犬派、猫派ね。猫派。ね、お、ミニ経験値ボール。イエーイ。僕の小学校にもあったよ。そうなのか？俺たちのところはなかったよな。そうだね。逆に珍しいじゃん。学校の花子さん、めっちゃ昔からよく聞く感じよね。トイレのラッパーさん。それって、トイレからラッパーが聞こえるってこと？それはジン、やばい、クライニーって。うん、ジンペイじゃね。それ、ジンペイくんじゃん。うん、確実にそうですよね。え、こっちの本気だ。取る？すごいなんか、森の奥深くみたいな、こっちか。旧校舎って言ったけん。あ、ここっすね。お城みたい、めっちゃ。うわー、すげえ、なんだこれ。確かここが旧校舎だったはずなんだけど。やっぱり花子さんが関係してるのかしら。まあ、とにかく中に入ってみようぜ。どうした、どうした。わ。確か合言葉がいるんだったよな。なんだったか。やれやれ。もう忘れてしまったのかい？これだから脳筋は。おい。こんなところで喧嘩をしないで。では僕が高らかに宣言しよう。パーリタイ！わざわざ一回転までして。Here we go！ お？ノリノリですね、花子さん。開けてくれたの？おっしゃー！開いたみたいだぞ。え、これ全体？でも。今更だけど、変というか斬新な合言葉だよね。あれ？確かに、花子さんの合言葉って言ったら、花子さん、遊びましょう、ってものね。まあ、昔ながらのね。というか、入ったら僕たちも帰ってこれなくなるんじゃ。まあでも、助けに行かねば。まあまあ、なんとかなるって。楽観的。これまたあれかな、ここで。いやね。モラスナ夢のトイレランドを10生徒が連れて行かれたという旧校舎に到着すると、そこにはきらびやかな城がそびえ立っていた。あ、やっぱ城なんや。どうやらトイレの花子さんはこの中にいるようだ。城に突入して女子生徒たちを助け出そう。漏らしたらダメリア。何それ、この場所の名前。花子さんに連れて行かれた女子生徒を助けよう。窓足のタクとか、持ってるなぁ。よし。ミッションスタート。あ、もうここ全体が、あれなんやね。ダンジョン的な感じなんやね。中ももろにお城。道連れくん。友道くんではなくてですか。道連れくん。とってもワクワクと、まだいた。奥にもいるぞ。めっちゃおりやん。ほら。きっと道連れくん。え、あれやない。ジャンボ友道くんじゃないの。え、なっち、何をしたの。もうなんだ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 。居眠りになった。居眠りしないでよ。血の流れは儚く残酷な戦術。クロックレディ。ちょっと変身したところ悪いけど、もう終わったんだ。これはまずいぞ。漏らしたらでもポーズを決めろ。はい。イエーイ。あー、待って。あー、なってなった。なくなった。なくなった。おお。
の、これは何ですか？これはまずいぞ。あ、もう一回ポーズを決めろ。ひたすらすべてポーズを決めて。なんこれ、ミニゲーム。そんな要素いらないから。やばいやばい。便器危なかった。吸い込まれたよ。吸い込まれましたけど。やばいやばいやばい。おいし、いくぜいくぜ。グレ卵、本領の卵ではない。おい、どこ行くんだ。よし、オッケー。あ、もうここやっつけてくれとった、ありがとう。じゃあ行きますか。お、またまたグレ卵の道連れくん。道連れくんってなんかいい。よっしゃー。よし、オッケー。痛い痛い痛い。私を無視していかないでくれ。私が、いや、混乱した混乱した。そう、しかしきっちりダメージを与えていきたい。いや、まだいるの。あ、回復ありがとう。なんかみんなめっちゃ集まっとるけど、ちょっと私もめちゃくちゃ回復してもらいたい。ほらほら、みんな満タンなっとるやん。お、私も満タンなった、行こう。いいっすね、いいっすね。ほんと？もう敵はいないの？なんか今にも動き出しそう、怖。あ、いて、なんかでっかいのおるよ、さらに。ピンク以上にでかいのがおるんやけど。怖い。何あいつ。名前すら見れんかった。早いよ、倒すの。あ、うそー！え、なに？また、音量を倒せ。なんか、速攻で倒したけど。え、この時間内にってこと？ってことはこいつらは私だから逃げていくわけね。ちょっと待って待って、どこ？さっきこっちの方、ほらほらほら、走りよる走りよる。え、危なかった。あ、もういいのね。はい、行きます。やばいやばいやばい。ちょいちょいミニゲーム要素が入ってくるよね。え、これあれやない？なんかトイレのすっぽん持ってない？剣とか持っとんかと思ったら違うんかい。しっとりオイルゲット。え、もうそういう、あ、これやん、メディアギガース。トイレをモチーフにして作ってるの。花子さんが支配して中身変えたわけじゃないよね。え、でも旧校舎なんよね。よくわからない。よくわからない。ん、こっちか。なにこれ、暴虐プロフェッサー。切り刻み先生、名前。覚悟しろ。よし、ありがとう。そしてアイテムは拾っていく。ウキウキウッと。大したアイテムないな。なんかその辺でもゲットできるようなもんばっかりやね。メディアギガース。ちょ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 、やめてやめてやめて。怖い。背後に回りたいんだけど。え、みんなどこ？あ、なに？お前の時間だ！イエーイ！起きた途端に、イエーイ！やりー！イエーイ！ふぅ。ね、めっちゃ体力やばくない？あ、丸山忠介くん応援してくれた。仲間になったばかりの。仲間というか、友達。進んで大丈夫か？これはまずいぞ！トイレを目指せ。さあ、行くよ！なになになに？死んだんですけど。やばいやばいやばい！あ、無理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 。で、無理だって。眠りだって、ちょっと助けて。しまった。おい、復活したはいいけど。漏らしたらダメ。残念。で、直してきてね。顔が見えない。これはまずいぞ。さあ、行くよ。ジャンプしながら行ったらいけるんじゃない？やばいやばいやばい。うんちだらけ、助けて。行きます。流されていく。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。そして、この状況をかなりの人数が見ているというのがまた怖い。え、こんだけ？ってことはもうボスってこと？ねえ、回復しとこう、回復。ね、回復して。え、一人おらんくね？あ、おったおったおった、びっくり。めっちゃびっくり。え、これもうボスなんじゃない？いける？いきます。ほら、来たよ。すごい、ステージや。そして、あれは何？トイレの便座？いらっしゃい。私と遊びたいのは、ゆうたち？なあ。なんかおしゃれなお姉さんって感じ。お前がトイレの花子さん？カタカナ表記なの。
なんだかすごく今風、スタイルもシュッとしてるし。新しいお友達に合わせて遊んでたらいつの間にかこうなってたのよ。なるほど、妖怪もアップデートされていくわけ。花子さん、結構影響されやすい人みたいだね。あ、そうだった、そのお友達ってのを返してもらおうか。俺たち友達を連れ戻してくれって頼まれてまで来たんだ。あれ、ランドセル背負っとんかな。小学生なん、マジでピアスしてるけど。いいけど、その前にせっかくだし遊びましょ。メイクもしとる風やし。はーい。ふうふう、今時はそんな感じかな。おいおい、そんなんで踊るわけ。イエーイ。ないないパーリない。いやでも二人はちょっとね、波長が合いそうな。いや、踊るんかい。 Here we go。 ほらほら、みんなも。なんかすっごい楽しそう。私も踊ろうっと。こういうのでみんな仲良くなっていくのね。じゃあ僕も。マジか。どんどん、もう二人で顔を見合わせて。ヒュー、ナイスな乗りっぷりね。でも一人乗ってないよ。みんな写真撮って SNS に上げてもいいからね。イエーイ。おい、乗れよ。花子さんって案外悪い人じゃなさそうだね。これならお友達ってのもすぐに返してくれそうだしな。君、楽しんでないじゃない。ほらほら、ちょっと。君ね。メラ、合に行っては合に従えだぞ。おい。うるせえ、俺はお前と違って、チャラチャラしたのが嫌いなんだよ。そんな固いことばかり言ってるから、女子にモテないんだよ。やめえ。だとってめえこそ女子に媚びてるだけのナンパ野郎じゃねえか。まあ、ナンパと後輩でいいんじゃないですかね。ちょっと喧嘩はやめなって。おい、こら、もう我慢ならねえ。今日こそ決着つけてやるぜ。おい、格の違いというやつを教えてあげるよ。だからやめてって。おー、まさかの、なんかやばそうよ。機嫌を損ねたね、メラ。喧嘩はやめてって言ってるでしょ。カタカナになったよ、怖い。ん、なんかでかくなった。狂乱の花子さん、髪が逆立った。遊びましょう。怖い。何、タイツ破けてるけど。大丈夫。てかスタイルいいな、でかいけど。嫌い。仲良くしてよ。でかいでかいでかい。見て、でもまだまだなんかちゃんとランドセル背負っとる。あ、待って、進化じゃないわ、変身しよう。変身。何あれ、みんなどういう状態。なんか足元青くなってなかった。どうした。はい、来たよー。もっと遊びましょう。まだわざわざ進化か。まだ溜まってなかった。ないないない、あのハート別に回復するわけじゃないよね、攻撃よね。時の流れは儚く残酷の戦士。怖い、やめてよ。仲良くしてってば。一文字きれい。遊びましょう。悪くないわ。やったー。なんか先に。赤き一戦。やっ。なんかポーズを決めた後にすごい吹き飛ばされるんよね。でも取れるってことは取った方がいいってやつかな。一文字粉砕剤。どうやどうや。怖い怖い怖い。たまに。あ、ここや。見たか。あ、いけなさそう。赤き一戦。ちょ、待って、どこ。だいたいいた。怖いんですけど、何って怖いって怖いって、めっちゃ追いかけてくるって、あれ。発展、ここ一文字。え、怖い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 。何どういう状態かわからんけど、なんか怖いぞ。いけい。やった、ギリギリ届いた。危ねえ。あ、ちょっと待って。避けておきたい。ふぅ。十文字粉砕弾。お、届いた。よかった。あった。遊びましょう。怖いよ。何これ、どういう状態。なんかヌルヌルする。変身が解けた。じゃあ、次の変身まで。頑張って、貯めていこう、また。いえい。待って。あ、くそ。よし、これは取ればいい。なぜ、イエーイ。どういう意味があるんかは知らんけど。とりあえずスポットライトがあったら駆け寄りたくなる私。ダメだったわ、間に合わない。危ねー。イ
ニュース。先取り先取り。怖い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 。何どこ行った？レッツ。やめてやめて。これの間は一応みんな攻撃しようか。ダメ。ちょっと待ってみんなが。おっとこれは。待ってよみんな。にゃよ。あそうそうそうみんな生き返生き返。ああ。メラが旅立っていってしまった。メラが昇天したよ。初めてじゃない昇天するの。つら。変身まであとちょっと。どうにか逃げ切る。待って待って待って。変身します。変身したいんですけど。変身。待ってこれ怖い怖い怖い。あの攻撃めっちゃ怖いやつ。はい来た。時の流れはまだあと半分近くある。赤字ブロックレルフ。さっき言ってあの怖い攻撃終わったの。十文字粉砕弾。十文字粉砕弾。陽線光。今のうちやねん。危ねえ。赤字一戦分。追いかけてこない。なんか攻撃パターン変わった？存分に飽きた。飛ばしてない？そんなもんや。ちょっとちょっと。君がいるから。どこまで届いてくるのあの攻撃？一戦。はい。十文字粉砕弾。いい感じいい感じ。なんか久々にこの攻撃来た気がする。ちょっと伸びてこないでよ。挑発点一文字切通り過ぎた。どこ行った？あ、長が現れてくれた。待って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 。赤き一戦。うー危ねえ。赤よく遊びなさい。ちょ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 来た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 。あ、ここいい感じで避けれとる。ふう。えい。あとちょっとじゃない？十文字粉砕弾。覚悟しちょっと。もうちょいもうちょいもうちょい。しかもかっこいい。あなんかめっちゃいろんなもん落としたね。早く拾いたい。最初どうなってんの。早く早く。ジョブランクアップしたよ。何気にジョブも変えたんよね。やっとおとなしくなってくれたかな。ちょっとメラ君はもう昇天してるんだよ。何をゲットしたかは分からんけどいろんなもん拾った。窓足のタクトゲットー。どうした？大丈夫？落ち着いた？うん。メラ先輩、キュービ先輩、謝って、花子さんに。キュービもか、喧嘩したからってこと？は？なんでだよ。もう！元はといえば二人の喧嘩が原因でしょ？いいから謝って。子供か。その、すまん。まあ、子供かって言ってもみんな中学生なんやっけ。申し訳ない。いいのよ。私の方こそ取り乱してごめんなさい。取り乱してこっちは殺されそうになったけどね。花子さん。え？ちょっとあんたたち、花ちゃん何してくれてんの？え、本当に普通に友達になっとる感じみんな。え？ほらほらほら。そっちの味方ですか。私たちの花ちゃんに手を出したらマジで許さないんだからね。そうそう。ギッタンギッタンのメタメタにしちゃうんだから。え、へん。大丈夫よ。不届き者は私がきっちり叱っておいたから。そうね。へえ、あんたなかなかやるじゃん。イエーイ。イエーイ。女同士。何なのこの強烈な個性の人たち。あ、この子たちは一番新しい私のお友達よ。チョリース。え、チャラい感じね。あげぷよにしくよろー。どすこーい、どすこーい。君はどういう、何系ですか？おいおい。なんつーか独特だな、おい。花ちゃん寂しがりで、たまに人さらっちゃうけど、超いい子なんだからね。さらうなよ。ねえ。普通に友達になればいいのに。そうよ、私たちを楽しませるために、お城まで作ってくれちゃったんだから。まあ、みんないいお友達なのね。エレファントクロマグロ、君はさっきから何を言っているんだい？一人なんか話が通じない子が。そうなの？うん、私ね。もう50年ぐらい音量やってるんだけど、
意外と浅かった。一人でトイレにいるとどうしても寂しくてつい人を巻き込んじゃうの。そうね。そんで私らが一緒にいてあげてるってわけ。すごいんだよ。 SNS の使い方もあっという間に覚えちゃったんだから。花子ちゃんマイフレンズ。外国の人なの？ねえ。でも残された友達がすごく心配してたよ。みんな消えちゃったって。表には出てきてないってことやもんね。普通に生活した上で遊べばいいのに。あっちゃ、あの子心配しちゃってたか。楽しすぎて時間完全に忘れてたわ。この子が友達なのね。ごめん花ちゃん、私ら一回帰るね。そうだね。絶対にまた来るから、私たちずっともだよ。そうそう。花子ちゃんはもう私たちの親友よ。いや、普通に喋ってるな。みんな本当にごめんなさい、無理やり連れてきちゃって。何言っちゃってんの？友達に遠慮してどうすんのよ。言ったでしょ、私らずっともだって。どすこーい、どすこーい。君だけよくわからない。みんな。そうね。合言葉は、花子さん、レッツパーリータイム。Here we go! 楽しそうでいいね。普通にお友達だった。私は何をしに来たんだい、ここに。お、あ、メダル？ワインメダル、トイレの花子さんを手に入れた。怖い姿の方なんやね。やったぜ！ミステリアルメダルゲットだ。ミステリアルメダル？はーい。よーし、それじゃ、みんな、行くよー。イエーイ。え、遊ぶの結局また。ねえ。帰るんじゃないんかい。なんだい、チャラいのは嫌いじゃなかったのかい？はい。うるせえ、ガチのためって言うなら話は別だ。とりあえず、これで一件落着かな。でもまあ、思ってない。まだまだ遊ぶぜ。あのね、いや、帰れよ。はいはい、空気読んで帰りましょうね。まだ情熱の熟女ダンスが完成してないのに。何そのダンス、何作ってんの？披露するためってこと？みんなまたね。クエスト、トイレの花子さん、バッチリ解決。お、着こなし制服おしゃれカーディガンゲットやね。ふぅ、 YSP クラブの諸君、見事、学園七不思議を解決したのだな。あ、もう全部クリアしたんや。なるほど。俺にかかれば、七不思議だろうと、流しそうめんだろうと、イチコロだぜ。いろいろと手こずったりはしましたが、なんとかやり遂げました。まあね、初めて焦点したけんね。やったね、チンペイくん。びっくりしたわ。何？ラップする？せんのかい。5本するんかと思って。いずれも困難な案件であった。次は何なんやろ。優秀な君たちだからこそ、またきっと何かしらことであろう。依頼されるのでは。あなたたちならきっとやってくれると信じてたわ。あなたの忠実なるしもべとして当然のことをしたまでですよ、エンナ先生。うん、まあみんなでやったんだけどね。キュービ先輩はエンナ先生のしもべなのか。そこにの間に、ずるいぞ先輩のくせに。先輩という時点でもう上なんやけどね。先輩がしもべなら、しもべというなら。じゃあ俺はエンナ先生の。なんだい、おしめだ。は、何を言ってるのか。じゃあキュービ先輩めしべや。おはん。そういうことじゃなくて。おはん。それはさておき、実はそんな優秀な君たちに提案があるのだ。また新しい何かしら。何？たくあんがあるのか。んなこと言ってねえわ。違う提案じゃ。実は君たちに Y 学園最大級の謎を解いてほしいのだ。なんなん Y 学園、謎しかないやん。最大級の謎。どんだけなん。来たー。楽しそうだね、また6巻。君たちはこの学園にある謎の施設Y サークルを知っているかな。施設？ Y サークル？ Y サークル？知らねえ。え、部活的な感じじゃなくて。30年前、学園建設中に敷地内に突如現れた謎の建造物だ。え、自然に現れたんこれ。その建造物はでかすぎやろ。未知の素材でできていて、取り壊そうにも傷すらつけられなかった。建造物、これは中に入れるの？その扉は、あ、扉ってことは入れるんや。今も開くことなく、中に何があるのかもわからぬままだ。
開かんのにどうやって調べる。そして我々は世界中にある謎の図形ミステリーサークルにあやかり、この場所を、ミステリーサークルって突然現れるっていうけどどういう感じなんやろね。 Y サークルと名付けたのだ、うん、君たちには Y サークルを調査し、この学園最大級の謎を解明してもらいたい。開かんなら無理じゃない。これはあなたたちにしか頼めない、とても重大なミッションなのよ。なんか能力が関係あるとかそういうこと。重大なミッション、きたー。30年間解かれなかった謎か。それが急にこのメンバーにポンって解けると思うのはなぜですか。面白そうじゃないか。今までの功績を鑑みてってこと。じゃあ早速行ってみようぜ。そのメジャーグルに、Y サークルだよ、覚えろ。学園長の話ちゃんと聞いておこうね。それが次のミッション。お、あの時の名前忘れたけど、会長、 YSP クラブが Y サークルの解明に乗り出したようです。何？ここは？あの場所は動いてないの？ UFO 研究クラブが1年以上調べ続けてきた。 UFO 研究クラブ、それでも何の手がかりもつかめなかったのだぞ。でも一般人やろ。そんな簡単にY サークルの謎が解けるはずがない。こっちはね、一応変身できちゃいますから。しかし学園七不思議を解明した彼らなら、あるいは三歩つとも。学園七不思議を解いた程度で何ができるというのだ。この人はあれかな。まあいい、変なギャップとかないかな。大人に拝見と行こうじゃないか。切り隠れラントさん、こっちはなんか本当のね、なんかクールな感じというか見た目通りかな。すぐに Y サークルに向かう。は、生徒会一同お供いたします。これ生徒会室？豪華だな。てかすぐにこんなん出ましたけど、 Y サークルの秘密。こんなん出ましたけど、 Y サークルってどんなとこなんだろうな。すぐに Y サークルに向かうって言ったけど、学園の設計者も知らない謎に包まれた施設。何？なんか協力し合うとかそういう感じ。マイペディアによるとなんかいろんなもん拾いまくっていってるけど、学園の南西側にあるみたい。そういう感じですか。諸君、 Y サークルに行き封印を解くのだ。大きな発見があるに違いない。そこ行ってみっか。Y サークルは南西の森にあるわ。1年生の宿舎の裏手の方ね。なるほど。まあ、行って、いろいろと調べていきますか。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、今まで入れもせんかった扉、開いてしまうんかな。わからんけど。そして霧隠れランと、なんか、協力し合うようになるんだろうか。謎な人物やね。